教えて、けいこ先生。韓国料理だったら、トッポギ、けいこ先生です。今日もよろしくお願いします。うん、模様を使った占いで、その人の今の意識状態がわかります。今日五種類ありますので、ご説明していきますね。まず。 流線形ですこのアーガイル模様ですね1マス模様みたいな感じで見ていただいてもいいです四角い形になりますはいその次が水玉模様ですはい。丸の集合体ですねそれから星マークですねはい。最後にストライプ柄になりますピンとくる模様を選んでいただきたいんですけれども皆さん今決めてください 流星系を選んだ方この方はですね今揺れ動いています心がすごく定まりにくいですまたねどっちつかずの状況になりやすいです、まあ、優柔不断になりやすい自分がやりたいこととやりたくないこと誰かにやってくださいって頼まれること自分がやりたいことこの間ですごくね揺れ動くようなことが起きやすいですですのでご注意ください。この柄を選んだ方 ちょっといかめしくなっているようですちょっと頑固すぎるというか意思が硬すぎるというかこれはこう言なきゃダメっていうふうにちょっと思い込みすぎているようです人とぶつかりやすいです誰かの意見を承服できない私はこうしたいのにというところからジレンマを感じるあるいはそこからまあ、口喧嘩に発展してしまうかもしれませんですので、まあ、そういった意味でねお気をつけください。はいお次は星マークです これを選んだ方は今逃げたいです。あの自由になっていきたいっていう思いが強い方、まあ、そういう方は星マーク好きなんですけどとにかく今ここから脱出したいんだよ俺はもうこれやりたくないんだよっていうふうな思いが強い方この星マークを選んでいらっしゃると思います。まあ、脱出でできたた方は解放。よかったもうこれやらないで済むんだ。 っていうところに多分到達していらっしゃる方が多いと思いますでもそうじゃない場合は抜けたいのに抜けられないというジレンマの中にいらっしゃる方がいるかもしれませんですのでですね意識の方向性としては解放されるぞと決めていただくと解放される未来が待っております丸丸を選んだ方この方は今とっても和やかです そして柔らかな気持ちになっています。また人との和、人とのご縁を大事にしたいなっていうそういう思いになっていらっしゃるようなので、とても人とね仲良くできます。また穏やかで和やかで、すごく気持ちの良い出来事が起きやすいです。そういうところからまあまったりしてご飯を食べながら、まあ好きな人とおしゃべりをしたり、まあお茶を飲んだり、まあそういういい未来が待っていますよ。はい。 ストライプ選んだ方、この方はちょっと突摸心です。まっすぐ前に進みたいんだ。私にやりたいことはこれなんだっていうそういうふうに割と決意が固まっているか、私は前に進みます。 頑張りますやりますそういうふうに決め込んでいらっしゃる形でこれは決め込んでるって言ったけど悪い意味ではなくってもうとっても清々しくってやることがこれしかないからやるんだって迷いのない状態ですね迷いのない行動が取れてその結果がちゃんと返ってきますよってリターンがしっかり返ってくるそれによってすごくすっきりしていて清々しくって気持ちよくって生きていてよかったと、まあ、そういう感じになってくるそれがまあこれを選んだ方の未来になっていきます。 実はまあ、マークとか模様もエネルギーなんですね。占うだけじゃなくって、日常的に取り入れることで、それをサポート的に使えます。ですよね。その方法を簡単にお話をしていきたいんだけど、まずですね、流線形は柔軟性をプラスします。これはこうなんだっていう風うに価値観決め込みがちな方は、より柔軟になることができます。四角模様は頑固になります。 グラウンディング力が身につきます。はい。考えすぎるとか、優柔不断で迷いがちな方で、情報をしがちなが方、意足の力が足りないなって思っている方は、このエネルギー使ってみてください。はい。星マークは自由になれます。縛られない意識。 比較指名になりやすくって、マナーはこうだよ。ルールはこうだよ。法律的にはこう決められてるじゃないかっていうことばっかりに気がちな方は、このエネルギーを取り込んでいただくといいんですね。まあ、こういう星マークのものってこう散るエネルギーなので、ちょっとお財布に使うことはお勧めしません。はい、丸マークはは人との和を大事にすることができるようになります。 協調性をプラスしたいときにはこの丸マーク。 丸め困りやすい方丸く収めるために自分の意見を引っ込めますっていう方はあまりこの水玉模様のの洋服をを着たたりとか、まあ、そうういいいいも持な方がんですね。逆に言ったら自由奔放すぎる方わがまま勝手な方、あのー、どちらかりがちな方あっちにもこっちにもそっちにも行きがちな方是非このマーク使ってみてください,、はい。横ストライプは並列していく意識人と協力して何かをやっていきたい時に使えます。 あのみんなと一緒に歩んでいくことが苦手な方は是非ねこの横ストライプ使ってみてください。はい、縦ストライプ飛び抜けたいいに使えます人から何かを文句をやれようが関係がない私はこれをすると決めたらやります。 だから私の邪魔をしないでくださいこういう意識になりやすいんですねなのでその飛び抜けられないとかジャンプができないとか今一つ自分の言いたいことが言えないとか自分の決めたことをなかなかやりづらいんですとかそういう方はこの縦ストライプあの取り入れてみてください自分に合うマークを取り入れてぜひ運気を上げていってみてくださいまとめマークで今すぐ回運 今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また見てください。ではまたねー。大天使教会の場ではかかってきてるみたいな、ちょっとそんな感じで聞いてほしいんですけど。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた見てください。